ケースを開けるとこんな感じになっています。タッチセンサー部分の美しい光沢感が素晴らしいですね。はい、どうも皆さんこんにちは。イヤホンやヘッドホンを専門にデビューしている YouTuber のララマオです。ノイキャン搭載の完全ワイヤレスイヤホンっていろんな種類が発売されていますが、あまり防水性能が高くない、だいたい IPX4 ぐらいであることがほとんどです。しかし今回紹介の完全ワイヤレスイヤホンは美しいデザイン、高い防塵防水性能、そして高音質となかなか個性的な製品です。それがこちらのデンマークの高級オーディオブランド、バング&オルフセンベオプレイ E10 です。バング&オルフセンは1925年創業なので、もう100年近い歴史があります。特にデザインと音質の評価が高く、ベオプレイ E10 も非常に美しいデザインと音質で、間違いなくねトップクラスの音質と言えます。さらには IP57 としっかりとした防塵防水性能となっています。砂やホコリにも強いし、濡れたり水中に落としても問題ない高い防水性能となっています。ノイズキャンセリングとこれだけ高い防塵防水性能を両立した完全ワイヤレスイヤホンは僕のチャンネルでは初めて紹介するので非常に珍しいんですよね。ドライバーも前作のベオプレイ EQ の 6.8mm から 9.2mm と約 35% 大きくなったので、無理のない歪みの少ないねクリアな音質になっています。もちろんノイズキャンセリングも搭載、2台同時に接続できるマルチポイントにも対応、ワイヤレス充電にも対応しているし、アプリでね使いやすいようにカスタマイズすることもできます。ではね、その美しいデザインを見ていきましょう。パッケージはいつものバング&オルフセンらしいデザインになっていて、開けるのがワクワクしますよね。開けるとこんな感じになっています。まず付属品から見ていきましょう。充電用の USB ケーブルはタイプ C になっていて、バング&オルフセンのロゴが入ったしっかりとしたデザインになっています。もちろんワイヤレス充電にも対応しているので、置くだけで充電もできます。そしてイヤーピースはこんな感じで綺麗に梱包されています。シリコン製のイヤーピースが4セットに、コンプライの低反発イヤーピースも付属します。シリコンイヤーピースはイヤホンのデザインに合わせた爽やかなブルーになっているのがいいですよね。どちらかというと少し平べったい印象のイヤーピースになっています。コンプライは潰してから耳に入れることで徐々に膨らみ、しっかりとした装着感を得ることができます。そして光沢感のあるケースにはバング&オルフセンのロゴが入っていて、全体的に丸みのあるデザインになっています。アルマイト加工が施されたアルミニウムを使用しており、腐食や傷に強い丈夫なケースになっています。側面にはバッテリー残量を示すインジケーターが搭載、その反対側に充電用の USB Type-C の端子が搭載されています。ケースを開けるとこんな感じになっています。タッチセンサー部分の美しい光沢感が素晴らしいですね。なんとタッチセンサー部分はガラス製になっていて、光の加減によって表情が変わります。そしてその周りをアルミニウム製のリングが囲っていて、非常に美しいデザインになっています。ただタッチすると結構指紋がついてしまうので、そこは把握しておくといいかなと思います。カラーは今回紹介のアンスラサイトオキシジェンの他に、ブラックアンスラサイト、ゴールドトーンも用意されています。バング&オルフセンの完全ワイヤレスイヤホンでは初のスティック型になっているので、コンパクトに感じますね。こちらに装着を検出するセンサーも搭載されています。そしてイヤーピースを外すとこんな感じになっています。イヤーピースがタッチセンサー部分と同じ色合いになっているので、一体感があるのもいいですよね。では前作のベオプレイ EQ と比較していきます。ケースの大きさはベオプレイ EQ の方が細長い印象ですね。同じアルマイト加工が施されたアルミニウムのケースなんですが、ベオプレイ EQ が光沢感のある質感に対して、ベオプレイ E10 はマットな質感になっています。ケースを開けるとこんな感じで、イヤホン本体はベオプレイ EQ の方が大きいですね。細かいスピン加工によって光の線が入る美しいデザインになっています。ベオプレイ E10 はガラス製で全面が輝くデザインになっているのが違いです。またベオプレイ EQ のドライバーは 6.8mm、 ベオプレイ E10 は 9.2mm と大きいドライバー搭載なのに、スティック型によって小型になっているのが素晴らしいポイントですね。はい、ではね実際に装着してみるとこんな感じですね。フィット感はねちょうどいいです。奥すぎず手前すぎず、ちょうどいい場所にフィットするので、長時間使用しても疲れは感じなかったです。まあそれにこれスティック型の方がまあこういう引っかかる形になるので安定感もありますから、まあ頭振ってもね、うん、落ちることはなさそうですね。もう全く動かないですね。ガラス製のタッチセンサー部分が非常に綺麗で、
僕はこういうブルーがすごい好きなので、今年紹介した完全割れスマホの中で一番デザイン好きですね。でこれがですね、ベオプレイ EQ ですね。比較すると大きめには感じますが、まあその分ね、このスピン加工の輝きがはっきりとわかるアクセサリーのような印象ですね。そしてこれだけ美しいデザインなのに防塵防水性能が IP57 とめちゃくちゃタフなのもすごいですよね。燻塵にも強いので砂が舞うようなアウトドアでも活躍できます。防水性能も水の中に沈めてしまっても問題ないレベルなので、雨の日や運動時に使用して汗が付着しても全く問題ないですよね。最初にお伝えしたようにノイズキャンセリングと高い防塵防水性能を両立した完全割れスマホってなかなかないんですよ。僕のチャンネルでも初めて紹介したくらいなので、さすがバング&オルフセンですよね。再生時間は最大8時間、ケース込みで最大28時間再生可能となっています。またワイヤレス充電にも対応しているので、置くだけで簡単に充電できるのも便利です。それからアプリを紹介していきます。ノイズキャンセリングはレベルを3段階で調整することができます。またアダプティブ ANC も搭載しているので、周囲のノイズに合わせて自動で最適な設定にしてくれます。また風騒音の軽減というのもあって、風が強い日にオンにすると自動で軽減してくれます。いつも10段階でノイキャンの強さを表現してますが、10段階だと6点ですね。そこまで強力とは言えないけど、まあこういうねパソコンのファンや空調の音はねほぼ聞こえなくなります。電車に乗って確認しましたが、本当にこの低いノイズを軽減してくれるので、音量を上げすぎなくても音楽への没入感を高めてくれます。前作のねベオプレイ EQ は8点だったので結構弱くなった印象があります。というのも周囲の音もなるべく自然に聞こえるように、音質にも影響を与えないようにチューニングしているということで、安全性を保つ目的もあるとのことです。確かにベオプレイ EQ よりも高音質になっているので分からなくもないんですけど、できるだけ強力なノイキャンでかつできるだけ高音質にするのが理想だとは思います。なのでそこまでノイキャンは強くない方がいいとか、圧迫感が少ない方がいいという方にとってはかなりベストなノイキャンなんじゃないかなと思います。それから外音取り込みについても3段階でレベルを調整できるようになっています。これも10段階で表現すると8点です。音を取り込む時のホワイトノイズもほとんどしないし、周りの音も本当に自然に聞こえます。自分の声もこもらないので会話しやすく、十分実用的なレベルと言えますね。それからイコライザーで好みの音質に設定することができます。このようにねプリセットが用意されていて、選択するだけで音質を変更できますし、一番右下のアイコンをタップするとこのように点を動かすだけで音質を変更できます。これがねなかなか優秀で、高音を強調するとか低音を強調するとかしっかりとね表示されるので分かりやすいですし、まあ、ウォームにするのかねこのブライトにするのかも簡単に選ぶことができます。しかもこの点を動かすだけなので大きくバランスが崩れたり音が歪んだりすることもないし、どこにやってもねクオリティの高い音質になるのでかなり優秀なイコライザーですね。それからタップ操作の内容はアプリで変更はできないようですね。右を1タップで再生一時停止、左を1タップでノイキャンや外音取り込み機能の切り替えができます。で右を長押しで音量を上げ、左を長押しで音量下げになっています。右を2タップで曲送り、左を2タップで曲戻しになっていて、一通りの操作をタップ操作で行えるのでアプリでねカスタマイズはできませんが、不満に感じる方は少ないかと思います。特に左を1タップでね本当に瞬時にノイキャンや外音取り込み機能をね切り替えることができるので非常に使いやすいですね。ちなみに前作のベオプレイ EQ は曲送りと曲戻しがねタップ操作ではできなかったのでより使いやすくなりましたね。それから2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しています。例えばこのスマホとタブレット両方に接続しておけば、スマホで音楽を楽しんだ後にタブレットのね大きな画面で動画を見たいと思った時もタブレットでね動画の再生ボタンをタップすれば動画の音声がイヤホンから流れるので、いちいちねこの接続を切り替えなくてもいい非常に便利な機能となっています。あとはこのパソコンとスマホに接続しておけば仕事でも活躍することができますし、非常に人気な機能です。これねベオプレイ EQ もファームウェアアップデートでマルチポイントに対応したので、アップデートでね機能を追加してくれるのもバング&オルフセンのいいとこですね。それから通話音質を確認していきます。はい、これがですねバング&オルフセンのベオプレイ E10 で録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。スティック型なので、まあ、口にね近い位置にマイクを配置することができますから、よりクリアな通話が可能になってるんじゃないかと思います。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらがですねベオプレイ EQ で録音した音声になります。
ベオプレイ E10 と何か違いありますかね？音声の感じはどうでしょうか？それから音質についてですが、しっかりと沈み込む力強く豊かな低音と、透き通るようなね、クリアな中高音で、バランスがとても良く、全帯域でこの滑らかでね、しっとりとした違和感のない音質ですね。ベオプレイ EQ と比べると、より音のバランスが良くなった、原音に忠実な再現性の高さが魅力ですね。ベオプレイ EQ の方がね、少しだけこのパンチがあるというか、低音もね、メリハリがある感じがしますね。低音は EDM を楽しめる力強さと重たさがあるけど、ボワッとしない、かなり整った音質に感じます。ドライバーも大きくなってね、無理せずに鳴らせるようになって、より締まりのある輪郭のはっきりとした音質になりましたね。 EDM とかそういう電子系の音もいいけど、やはりアコースティックな響きの良さを感じやすい豊かな響きが素晴らしいですね。ボーカルもね、ちょうどいい位置に定位して、誇張感の少ない自然な音質を楽しめます。ベオプレイ EQ でも言ったかと思うんですけども、こう艶やかな表現というよりかは、しっとりとしたね、このボーカル表現を楽しめます。結構この滑らかな印象なんですよね。高音は非常にクリアで、透き通るような伸びやかな音質です。バイオリンのね、質感や響きも艶やかとか、このきらびやかというよりかは、やはりこのしっとりとした上品な質感に感じるんですよね。耳触りがとても良くてね、かなりこの滑らかな音質に感じます。全体的に音上ですね、音が鳴る空間も広く、ゆったりとしたね、上品な響きで、何度も言ってるんですけども、艶やかというよりかは、なんかこのしっとりとしたね、上品な音質で、この音楽にこの浸れる感じっていうと分かりやすいのかなと思います。もうそろそろね、200台近い完全ワイヤレスイヤホンをレビューすることになるんですが、しっとりという表現でレビューするのってバング&オルフセンだけなんですよね。こうね、無駄な音が鳴ってないというか、引っかかりのない滑らかでね、このしっとりとした音質なので、何気なく聞くと、こうすごく心地よく聞けます。でもこのより集中して、例えば高音を聞こうと思えば、しっかりと聞くことのできる解像度の高さもあるので、深みのある音質なんですよね。聞けば聞くほどこの良さがわかるというか、100年近い歴史のあるバング&オルフセンですから、やはり深みがあるのも納得できますよね。なのでベオプレイ EQ との違いをざっくりとまとめると、両方とも聞き心地のいい滑らかでね、こうしっとりとした感じの質感というのは共通なんですけども、ベオプレイ EQ の方がね、少しだけパンチがあるというか、低音にもね、よりメリハリがあって、ロック系とか EDM 系をね、楽しむんだったらベオプレイ EQ の方が好きという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。オールジャンル楽しむんだったらベオプレイ E10 の方が僕は好きですね。それから微妙だなと思ってしまった部分なんですが、特になし。正直ね、ノイキャンがね、前作と比べて弱くなった部分は、気になる部分ではある。微妙なところとして挙げてもいいのかなとは思うんですけども、やはりバング&オルフセン的には、もう音質が最優先で、あんまりこのノイズキャンセリングが強すぎると、周りの音が聞こえなくなってしまって、危険性もあるというふうな部分を考慮して、あえてね、ノイキャンを弱めにしてるようなので、それを考えると、微妙なところとは言えないのかなとは思います。それが気にならなくなるくらい、音質の良さ、それからデザインの良さ、そして防塵防水性能もめちゃくちゃ高くてタフっていう、なかなか個性的な完全ワイヤレスイヤホンなので、刺さる方には非常に刺さる、魅力的な完全ワイヤレスイヤホンなんじゃないかと思います。はい、ということでデザイン性についてはね、もう僕の中では今年紹介する完全ワイヤレスイヤホンの中でも最も美しいなと思いましたね。このブルーがね、非常に好きなブルーなんですよね。ドンピシャなんで非常にいいなと思いました。デザイン性の高さはね、さすがバング&オルフセンですね。先ほども言ったんですけども、それでいてね、防塵防水性能も高くてタフっていうのがすごく面白いですよね。音質もしっとりと滑らかな上品な質感なので、ぜひね、視聴でもいいので聞いてみてほしいですね。気になった方は下にリンク貼っておくのでぜひチェックしてみてください。ということで、この動画良かったと思う方はグッドボタンとチャンネル登録、それから下にツイッターのニックも載せておきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。ナラモでした。